ニューミュージアム・オブ・コンテンポラリー・アートあるいは日本語で新現代美術館はアメリカ合衆国ニューヨーク・シマンハッタン区ロア・イースト・サイドにある現代美術専門の美術館である1977年にマーシャ・タッカーによって開館した当初はニュースクール大学のグラデュエートセンターのスペースを使っていた1983年に 双方のアストルビルディングに移転した。2001年から1年間、チェルシーアートミュージアムの1階を賃貸した。2005年に、ニューヨーク市長、マイケル・ブルームバーグからの寄付を含め、ニューヨークカーネギー財団より2000万ドルの寄付を受けた。2007年12月に、マインハッタンのバワリー地区プリンス通りに移転し、再開館した。新しい建物は、日本の建築家。 瀬島和代、西沢達江と、ゲンスラーによって設計され、展示スペースが大きく拡張された。比較的無名の芸術家の作品や、実験的で革新的な作品の展示を行うことが多い。ありがとうございます。